諸軍は危害を最小限に抑えつつ外邸の地から撤退した。しかし諸葛亮の北伐の構想はついえたわけではない。諸葛亮は時を置かず早急に軍を編成、再び軍を北に向ける。連戦での兵糧不足を鑑みた諸葛亮は前回の北伐から進路を短縮、要衝陳倉を奪取し、そこを前線基地とすべく軍を動かした。一方呉では揚州の魏軍を押し返すべく石堤などで戦線を展開。魏は東と西とで同時に展開する戦局への対応を余儀なくされる。結果蜀に対する魏の守りは薄い状況となっていた。陳倉を預かる魏将郭昌は県城で貨幣を補い蜀を迎え撃つ。三つどもえの情勢がそれぞれに死力を振り絞らせる。長鋒、漢口、正斎、若き俊英たちが堅固なる陳倉城に挑む。任せとけって。海底では。さて、この陳倉は。各将が守る堅牢なる城、さらにあの長江の軍も向かってきているという。だがここを落とせば陳倉の鉄壁の守備を崩します。俺が皆を勝利に導きます。勝者と運命を出し二方向から攻めます。長鋒は運命を、漢口と正斎は守備者を頼みます。運命を守ればいいんですね。よし、任せてください。漢口、生徒に帰ったらあれをやろう。桃の木の下で兄弟の誓い。ああ、そうだな、誓おう。長ぶっ倒してやる。父
父上たちがやっているのか、私たちも。よし、決まりだな。さあ、早くこの戦を終わらせよう。兵器など持ってきても無駄よ。奴らを城に近づけるな。敵の動きは想定の範囲内です。こちらも兵器で対抗しましょう。援軍に来てくれましたか。感謝しますよ。なかなかの実力を持っていますね。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。使っての消耗戦か。武器庫を開け。兵器を補充しつつ戦うのだ。敵の兵器が、くそ、キリがねえな。先に武器庫を押さえとくか。上昇、地下通路が完成したとの砲が届きました。わかりました。では敵の目を引きつつ、裏から武器庫を叩きます。あなたたちは敵の目を引きつけてください。別動隊が武器庫につくまで耐えるのです。向こうがうまくいくまでここで耐えるぞ。いいな、制裁。ええ、兄、私たちの役、必ず果たしてます。エンネ、別動隊が地下通路に到着したとのことです。向こうがやってくれてるみたいだな。こっちも頑張るぜ。なんという強さ。ここは引く。出動せよ。一気に押しつぶせ。うわ、増えやがったな。仕方ねえ、本気の本気で行くか。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。ぶっ倒してやる。液晶、撃ち取ったからな。そんなことさせんなって。やめにしとけ。なんと言うとよ。ぶっ倒してやる。なんとも勇ましき戦ぶり。
奴らよ。誰か奴らの息の根を止めてやれ。また増えたのか。まああと少しだ。耐え切ってみせるぜ。ノリ、これで勝ったと思うなよ。いや、激勝打ち取ったからな。近づけるな。報告、敵武器庫制圧完了とのことです。別動隊はうまくやってくれたようですね。では兵器を進めましょう。承知しました、上将。城内に攻め入りましょう。はっ、みんな進め。城内の敵を打ち倒すのだ。この鎮守城の守りが破られるなんて。引け。なんだろうな、嫌な感じがするぜ。行ってみるしかないか。おお、よくやってくれた。正解だったぜ。あんま怒らせんなよ。こんなところに。これではこちらの策が。敵将が中にいるだと。どこから入ってきた。策、嫌な感じの正体はこいつらか。こっちから来てよかったぞ。
がれ。お前なんざ一人でだ。できねえ。安心して先へ進めるな。ぶっ倒してやる。ずいぶんとやぶな戦いですね。この私が戦の美学を教えてあげましょう。ぶっ倒してやる。おかしな突きやがる。注意しとかねえと。この俺が相手だ。くい。ぶっ倒してやる。年若い将ですね。ですが容赦はしませんよ。もう子供扱いされるような立場じゃねえ。俺がみんなを守るんだからな。ここまで来るとは。どうやってこの人相の守りを破った。へっ、なんてことはないぜ。俺たちの結束がこの城より固かっただけだ。真相は制圧した。私たちの勝利だ。ああ、やったな観光。さあ帰ったら桃園の誓いだぜ。兄、嬉しそうね。